12月25日は夢を乗せた年末の大一番有馬記念。この番組はホークスの仲良しコンビ周東選手と甲斐野投手が有馬記念に関するさまざまなミッションに挑みます。これどうなってるの。さて今回が最後のミッションです。有馬記念の本命馬を決めろということで、2人にはこれまでのミッションを生かし有馬記念で応援する本命馬を決めていただきます。まずは周東選手、普段は何を参考にして決めるのでしょうか。まあ、成績前走を見て結構騎手見るかもしれないです。僕あとはみんなの考え聞いて。一方少し競馬に詳しくなった甲斐野投手は、足じゃないですか。僕は馬の脚力よね。やっぱ導き出した2人の本命馬がこちら。周東選手はファン投票1位のタイトルホルダー、甲斐野投手は親子制覇のかかるイクイノックス。25日の本番が楽しみです。まあ、有馬勝ったらもうその年勝ちみたいなもんだからね。マジ楽しみです。本当に絶対買うっす。決めた、はい。有馬記念への準備はこれで万全。最高の2023年を迎えてください。やっぱチームとしてはやっぱあの北さんブラックのように最初から最後まで1位でぶっちぎりで優勝日本一ってなるのがやっぱ一番いいのかなと思いますんで、はい、頑張りましょう。はい、頑張りますじゃん。そこじゃん。うまいよね俺って。今日のプレゼントは周東選手のサイン入り激レアゼッケン。 TNC モモスポのホームページからご応募ください。ファンの夢思いを乗せて有馬記念は25日日曜日、皆さんで盛り上がりましょう。